はい、皆さんこんにちは。今日はまあ iPhone、iPad、Mac などのまあ内蔵のストレージのこととですね、まああと合わせて外付けのストレージについてですね、まあ、ちょっとね、私自身がね考えていることと、まあ実際どういう特性があるかっていうのをねまとめていきたいと思っています。はい、ということで、まあこれ Mac とね iPhone、iPad についてはですね、まあこのコストのことを考えないのであれば、容量は大きければ大きいほどいいっていうのはね間違いないですね。はい、でまずは iPhone、iPad からですが、まあ、Android のスマホなんかと違ってマイクロ SD を追加で差し込むとかできないですからね、基本的には内蔵のストレージを使うということで、でなのでね、やっぱり、まあストレージ容量は大きければ大きいほどいいということが言えるかと思います。で、まあ、なぜならですね、シャッターチャンスがあるときに容量が足りませんなんて出てるとですね、まあ、逃してしまいますし、削除の手間がね結構めんどくさいですよね。で、まあ、最近はこの OS13 からですね、まあ、ファイルというのがまあ充実したりしましてですね、まあ、それで、まあ、確かにね外部ストレージもつなぐことできるようになったんですけど、まあ、このライトニングの機種についてはね、どうもね不安定さがあって使い物にならない印象です。で、 iPad Pro については USB-C ですから、まあ、そこそこね反応もいいし読み込めるストレージも多いんですけどね、まあ、それでもやっぱり転送速度なんかを、まあ、試してみるとね、ちょっと Mac とかと比べるといまいちね、まあ、使えるレベルにはないのかなっていうね瞬間もありますよね。使えないってことではないんですけどね。はい、それで iPhone、iPad に関してはクラウドストレージを活用することによってですね、本体のストレージ容量を節約することができたりします。まあ、例えば Apple が提供している iCloud の場合ですね、iCloud 写真っていうね機能なんか代表的ですけども、まあ、この最適化っていうのをね押しておくと、まあ、そうするとですね、まあ、この自分の iPhone、iPad が空き容量がね少なくなった時に、まあ、そこからですねフル解像度のものはクラウド上だけにね置いておいて、本体はですね、まあ、小さくなったバージョンに切り替わるというね、まあ、そんな自動的な機能があるということでね、まあ、このあたりね、便利な機能かと思います。はい、それで Apple 以外ですとドロップボックスというねクラウドストレージなんか有名ですけども、まあ、これはアプリを入れておくとですね、まあ、このアプリ上に現れるアイコンとかねフォルダーについてはこのファイル自体はねダウンロードされないんですよね。で、まあ、必要に応じてダウンロードして見たりね使ったりするというね、まあ、そんな感じでこのその分のねストレージは必要ないわけですよね。で、具体的に私の iPhone メイン機として使ってる 11 Pro ですけどね、これはね今 327GB も使っちゃってますけど、まあ、これは先ほど話した iCloud 写真ねオンにしてないっていうのもね、まあ、ちょっとごっちゃになるのが嫌なんでやってないっていうのもありますが、まあ、それをオンにしてですね最適化すると 144GB ぐらい節約できるみたいですね。で、あとはそれ以外もね写真とかボイスメモとか、結構ね、これローカルに入れちゃってるものがあるんで、まあ、そのあたりね節減すると、まあ、おそらくねこれ計算ババッとねしてみると145GB ぐらいにはなるのかなって感じですけど、まあそんな意味でねメイン機は256とか欲しいとこですかね私の場合は。で、サブ機として使ってる11ですけど、これについてはね今現在 84.2GB ぐらいですから、で、まあこれ写真はね撮ってるけど古い写真入れてないんですよね、まあ、そんなのもあってそんなにはねいっぱいないですから、まあこれはね、まあ、128GB とかがあればですね、まあその範囲内に収まるというね計算になるでしょうか。で、これ iPad Pro で、 iPad Pro はね結構写真はいっぱい撮るんですけどもね、まあこれ iCloud 写真オフにしていますけども、まあ、53GB ぐらい節約できますよと書いてますね。で、まあ、それ以外で言うとですね、まあ、バーッと見ていくと、この iPad 内に入れたスクリーンショットだったかな、これあったり、あとは Apple TV プラスの動画とかですね、ミュージックのダウンロード分なんかがあるんでね、まあ、このあたりをさっぴいていくと、まあ、もうちょっと減らすことができてですね、まあ、それによって 128GB 以内に収まるんじゃないかと思いますけども、まあ、それでもねギリギリというね感じでしょうかね。で、 iPad mini に関してもですね、こちら今 109GB とかね使っていますけども、まあ、これも iCloud 写真はねオンにしてないですけど、まあ、写真はね結構ね
必要なものだけ入れてるって感じですね。撮影自体はね iPad mini ではやらないんでね。で、まあ、他のアプリに使っているものを見るとですね、まあ、このように例えばこれ Apple TV プラスダウンロードした動画があったりとかするんで、まあ、このあたりをね削除すると、まあそれなりに減っていくのかなっていうねところでですね。であとはビューアーとして使っているこの 32GB の iPad 10.2 インチなんですけど、でこれについてはですね、まあやっぱりね元が32ですから、今ね 21.2 使ってるってなっていますけどもね、まあ、結構ねいっちゃってはいるんですよね。写真もほとんど撮らないし保存してないんですけども、まあ、意外にいってしまうっていうことでね、まあ、そういう意味では、何かね使い道が変わった時には 32GB では足んないのかなというね、まあ推測ができるというねとこですかね。はい、それで、まあ、私が考える目安ですけど、まあ、写真とかね活発に撮る場合はやっぱり 128GB 以上、そして快適なのは 256GB 以上かなと思っています。で iPad はねもうレジとか業務用とかねビューアー専用なんかの場合とか、あるいはクラウドストレージを活用する場合には64GB 以下でもね運用は可能かと思います。ただやっぱり 32GB はねちょっと窮屈な運用になるのかなと思いますよね。まあ、そんなんでねクラウド活用もいいんですけど、まあ、ただ、通信手段がねそれなりの速度確保が前提ってことで、まあ、やっぱりね大きなファイルのやり取りとかにはね今現在はあんまり向いてないのかなっていうね印象ですよね。まあ、私はね商談中にですね何かファイルを出そうとして、すごい時間がかかった経験があります。で Mac のストレージについてはですね、かつてねこういった、まあ、外付けのディスクとかねこれ MO ってやつなんだけど、まあ、こういうのをね使って作業ファイルは外側のストレージでねやったりしていた時代もありましたが、まあ、今となってはですねやっぱり内蔵ストレージがもう早くて快適ですから、まあ、ちょっとね、内蔵の方に軍配が上がっている感じはありますよね。問題はね値段が高いことなんですよね。でまずはね一般的な用途、事務作業とか 2D グラフィックでいうと、まあ、例えば13インチの MacBook Pro、 これ私の、まあ、サブ機なんですけど、これはね 512GB のストレージで今279空いてるわけですよね。というのもですねこれドロップボックスなんですけど、かつてはねドロップボックスっていうとクラウド上のものすべてをこのローカルと同期するっていうね機能が中心だったわけですけど、今ねスマートシンクとか言っていて、その iPad とかと同じでですね、まあ、必要なものだけをこっちのローカルにね、ダウンロードしておけるってことがあって、前からあったのはこのね選択型同期っていう、まあ、フォルダーの指定だったんですけどね、まあ、それ以上のことがねできるようになったわけですよね。で例えばこれドロップボックスの中のフォルダーの一つですけども、ファイルが2つ入っています。でこれがですねアイコンはあるんだけど実際のファイルはないというね状態なんですね。で今ねこれ切り替えでスマートシンクをローカルにね切り替えると、そうするとね即座にこれダウンロードねされるんでね、まあ、こういった任意のね操作ができることによって、まあ、こっちの Mac の側にはですね通信環境が整っていれば負担がかからないというね感じになっていますね。でまあそんなんでね今空容量280ぐらいありますから、だからまあ 256GB の Mac でもねいいっちゃいいんですよね。まあ、ただねその余裕があっていいなと思うのは、例えば、まあ、今後ですね Windows をこの Mac にね、追加で入れたいとかね、まあ、そういう方がねいらっしゃる場合にはブートキャンプか、もしくはですね、まあ、こういった、パラレルスとかいうねバーチャルデスクトップで入れる必要があってですね、まあ、これが結構ね容量食ったりしますから、まあ、そういう意味ではですねやっぱり512あった方が、まあ、安心かなっていうね判断にはなってくると思います。で合わせてこの iPhone とかのバックアップを Mac で行いたいって場合にはね、まあそれなりに容量が必要になってくるというねことでですね。はい、それで iPhone、iPad についてはですね、最近は iCloud バックアップというのがですね、非常に機能が充実しました。なので Mac へのバックアップとね、引けを取らないってことで、もう私はね、ほとんどね、もうこの iPhone も iPad も iCloud バックアップにしちゃってるとこですね。でまあ、Mac にねバックアップすることがあるとしたら、まあ、海外出張に出る前とかねそのぐらいでしょうかね。でお次 Mac の用途として動画編集など重いファイルを扱う場合ですけども、でこれは MacBook Pro 16インチです。で私はもうこれね高かったですが 4TB のやつをね購入していますが、今ね 1.11TB が空いてるというね風に書いています。でっていうのもですね、
これね、動画の編集しているファイルをですね、この本体上でね、保存していますから、まあ、それがですね、今 1.6TB 使ってるっていうね、ことでですね。で、まあ残量が 1TB 切ったぐらいで、ここからですね、アーカイブとして、まあこの単価の低いね、ハードディスクに、まあ、入れて、まあ保存状態にするって感じで、まあこれ2つをですね、ミラリングさせて同じ内容を保存するというね、感じにしています。で、まあこれはね、保存がね、こういうケースに入れとけばね、コンパクトでね、かさばらないのもいいんですね。はい、それで私が思う Mac のストレージの目安ですけど、まあ、iPhone、iPad のバックアップ取る場合はですね、やっぱり 256GB だと場合によってはギリギリです。やっぱ快適なのは 512GB 以上かなと思っています。Windows を入れる場合も同じでしょうかね。であとはですね、これ Windows も入れて iPad、iPhone もバックアップを取って動画編集もするって場合ですね、やっぱり 1TB 以上が理想かなってとこでですね、まあ、外付けをね、まあ、活用する方法もありますけど、そんな感じじゃないかと思います。で、Mac のバックアップについてはですね、まあ、こんな感じで、今、タイムマシンでは2つのハードディスク、パッケージ型のをね、使っていますが、1個がね、毎日取る 14TB のやつと、あともう1個はね、4TB のやつ、まあ、これは週に1回ぐらいというね、まあ、そんな感じでタイムマシンを使っているというね、ところですね。で、まあ、この裸のやつとね、2種類出てきていますけども、まあ、これ違いというとですね、やっぱりこのパッケージ型のっていうのはね、便利で楽でいいんですけど、まあ、一つ欠点があって、この機械的な部分でね、故障しているのか、あるいはね、中のハードディスクが故障したのかはね、切り分けができないって面があってですね、まあ、それがこっちの右側の裸のやつだと、このリーダーライターと、このハードディスクのね、まあどちらかが故障した場合にでもですね、切り分けができて問題を見つけやすいっていうのはあるでしょうかね。ただまあ見栄えが悪いっていうのはあるでしょうか。で、外付けの SSD については、こういったタイプを使ってきましたけども、右の2つはね、比較的新しいですね。USB3.2 のジェネレーション2という接続で、結構ね、早いんですね。だからまあ800から 900MB/s 出るってことで、まあ、人とデータをやり取りするときにはね、とてもいいですね。で、こちらのタイプはシリアルアタ、SATA の規格のですけどね、内蔵用のやつ。なのでこれは外付けにできるようなケースに入れて使うわけですけども、まあ、これについてはですね、元の SSD が 500MB/s ぐらいですからね、まあ、せいぜいケースに入れて 400MB/s ぐらいでね、まあ、こっちの半分ぐらいの、ね、速度になってくるという、ね、ところですね。ただね、これらの SSD はちょっと欠点がありまして、これ使えば使うほど容量を、ね、いっぱいにすればするほど速度が落ちていくという、ね、傾向があるんですね。で、まあ、各社いろいろそうならない、ね、仕組みは入れていますけども、まあ、内蔵の SSD にある TRIM という、ね、機能がこの外付けには、ね、まあ、有効にならないってこと で、唯一有効になるのがこちらサンダーボルトで接続した時なんですけど、これはね、サンダーボルト接続のレイドケースというね、まあ、ハードディスクのケースですけど、これにね、SSD をね、入れてみたんですよね。これの、SATA のやつですね。で、これに入れて、この専用のアプリがですね、まあ、最近、カタリーナとかモハベに対応したんで、トリムエンネーブラーっていうね、やつをね、やってみたところ、まあ、トリムがね、オンになったってことで、だからまあ、この SATA のやつについては、まあこの方法でできますけど、ただね、サンダーボルト接続のケースって持ってる人少ないですよね。で、ポータブルハードディスクについて、で、まあこういった感じでですね、SSD に近いサイズでポータブルもあるにはあります。で、やっぱね、お値段がね、こっちの方が断然安いので、まあこれを使いたいって方もいらっしゃると思いますけど、まあ、特性としてはちょっと重くて大きいのと、まあ、この転送速度がね、遅いっていうことが挙げられると思います。まあ、ただね、なんか音楽のライブラリーとかを外付けに入れとくとかね、写真のライブラリーを外付けに入れるっていうのにはね、こういうのでもいいのかもわからないですね。で、ストレージの特徴をね、ざくっとまとめてみました。まあ、多少ね、数字については誤差があるとは思いますけど、ご了承ください。で、やっぱりね、これ言えることは、iPhone、iPad、Mac 内蔵は高いってことですよね。で、一番安いのは内蔵用のハードディスク、お見せした裸のやつですけどね、まあ、これが 1GB の増量単価が1円から 4.2 円というね、ところでね。で、まあそういう意味でね、まあまだまだアーカイブにはハードディスクなのかななんて思いますけど、まあ、SSD についてはね、私この PCI Express のやつっていうのは使ったことがないんで、まあ表に入れてるだけですけどね、
これも選択肢としてあるみたいですが、サンダーボルトでつないだ方が有効なんですが、なかなかそういったケースがね、数がないというのはあるでしょうかね。はい、ということで、ローカルストレージ外付け内蔵込みですけどね、まだまだ必要だなって感触で、これ iCloud とかね、クラウドの価格だと、1ギガ単価が、23.4 円とかね、その辺ですから、これ外付けの SSD ぐらいのお値段なんですよね。意外とね、安くはないですよね。で、確かに本体のストレージの節約にクラウドの活用はね、有効な場合がありますけども、ただね、やっぱり読み込むには通信環境が安定しないといけないってことでですね、あとはね、モバイル通信のパケットも使ってしまいますし、大きいファイルには向いてないなんて言うんでですね、サーバーダウンのトラブルなども含めてですね、まだね、やっぱりローカルにないと困るっていうね、シチュエーションもあるんじゃないでしょうかね。反面ね、この物理的な端末の故障にはね、クラウドは強いというね、いい面があるかと思います。それぞれね、どういった場面でどっちを使うかっていうのはね、考えていく必要がありそうですね。それではまた。この動画が役に立ったと思ってくださった方はいいね、そしておすすめ動画とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。